はようございます。ラブ大森プロジェクト隊長、ごっちゃんこと後藤誠庵です。今朝のテーマは、原点回帰。最初は意味を理解して行っていた取り組みも、慣れるに従って当初の意味を見失ってしまうことがあります。そうなると、その取り組みは単なる作業になってしまい、熱意や充足感が感じられなくなってきます。そんな時には、もう一度原点に立ち返って考えてみましょう。何のためにそれを始めたのでしょう。その取り組みをする目的はどのようなものだったのでしょう。それをすることで何を得ようとしていたのでしょう。原点に立ち返ることで忘れていたことを思い起こすことができます。方向性がずれていたとしたら修正する機会となります。また場合によっては新しい選択肢を見出すことができるかもしれません。原点に立ち戻ることは消極的な行動ではなく、むしろ積極的で賢明な行動と言えるのではないでしょうか。もし現在していることに情熱が感じられなくなってきたら、原点に立ち返って考えてみましょう。それでは今日も素敵な一日を。